はい、えー、こんにちは。10月の29日、えー、月曜日の日帰り竹部でございます。えー、さて、まあ、週明けということでですね、まあ、東京市場少し投げ状態続いているんでございますけども、えー、米国の東北部、えー、ハリケーン、サンディというそうでございますけども、これがまあ、大暴れしているということで、えー、他の金融市場、も 公共交通機関もお休みだということで、株式市場や債券市場、時間の方が少し制限される、もしくはもうお休みになるというところで、えー、まあちょっと米国市場、週明けではありますけども、ちょっとイレギュラーな動きになるかもしれません。また、欧州市場でございますけども、こちらの方も夏時間が終わりまして、冬時間ということで、1時間繰り下がった形になります。えー、若干ですね、エアポケットが出てくるのかなというところで、週明けの海外市場、通常の週明けよりも、ちょっと動きが鈍いかなというふうにして、 え、考えております。まあ、もちろんですね、え、流動性が低下した分だけ、え、急激な値、ね、動きする可能性ございますので、十分ご注意していただければと思います。えー、さて、今回でございますけどもね、これはあの、まあ、前回ちょっとご案内させていただきました、週見通し、竹部の為替相場見通しの週見通しでございますけども、その中でちょっとまあ、半分におります。で、ちょっと今回ご案内させていただこうと思いますのは、えー、 個人投資家動向に関してなんですね。さあ、じゃあそれはどういうことかということなんですが、ちょっとこちらの方をご覧になっていただけますでしょうか。まあ、レポートの方をご覧になっていただければと思いますが、改めてご案内させていただこうかと思います。今回のタイトル、ドル円下落を見越した人々と。まあ、なんてちょっと持ち上げすぎかもしれませんが、なんて投資家、個人投資家の皆様方、素晴らしいんでしょうね、というところでございます。えー、ご存知の通り、80円台の半ばから後半を超えることができなかったとこういうところで、現在、ドル円相場 は79円台のまあ半ばから、後半まあ、こういったところの動きをか伺うような動きになっているわけでございますけども、も、えー、この武部のイラストが指差しているところ、まあ、指示しているところ、ご覧になっていただければと思います。今までまあ、これ緑色の線でございますけどもね。終値で、えー、ずーっと夏以降。 77円台、78円台を中心とした値動きになっていたと。おいうところで、まあ、随所随所では、回避率の上増減というのが見られるわけでございますけども、10月の11日から、連続して要線引けというようなドル円相場の急進に合わせて、まあ、この辺が上ねのも、上限もいっぱいいっぱいなんだろうというような、観測。 まあ、見通しをお持ちになられた方がいかに多かったかというところなんでしょう。もちろんこれが正しいかどうかは当然、え、また先々のことでございますので、神のぞ知るところでございますけども、リグイ先行、利益確定に動いたと。まずはこれこ利益確定をするんだと、こういうところで、一気にですね、この回避率がガクーンと下がっているところが、この、青の線でございます。そういう意味では、まあ、明らかに負けてませんねと。 まあまあ全てが全てとは言えませんが、えー、かなり利益確定組をした方々がいらっしゃるというところだと思います、えー、そういう意味では個人的な観測もしくは当社を通じて参加していただいてます機関投資家法人さんもですね、まあ、ある種80円水準は上値がぜ、えー、まあかなり限定されるんじゃないかというような形で動いたというところだと思いますさて今後の動きでございますのこの回避率が上がっていくのかどうかもしくは変わらないのかという というところが大きなポイントになるのかなと思いますがいずれにしても円売りもしくは円買いの余力のりしろ幅がまだたっぷりあるよというところで、えー、多分ですね虎視眈々と30日もしくは週末の米国雇用統計に向けて、えー、ファインティングポーズで待ってらっしゃるというところでずいぶん頼もしい市場参加者がいらっしゃるんだなというところで今回ご案内させていただきました以上10月29日月曜日の日替わり竹部でございました